皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。今日は、読みが同じ漢字、どの漢字を使えば、ということについて、少しお話ししましょう。 読みは同じでも、意味合いが違い、使う場面が異なることもありますので注意しましょう。わかるという言葉、漢字にすると3つありますが、皆様、それぞれ使い分けしているでしょうか一番よく使われているのは、わかる、ですね。わかるは、常用漢字表に記載されている漢字であり、ほとんどの場面で使うことができます。このわかるは、常用外漢字となりますが、 問題がわかる、意味がわかる、などに使われます。物事の意味や内容がはっきりするという意味で使われます。理解する、了解する、という時に使うと覚えるといいですね。このわかるも常用外漢字ですが、真実がわかる、身元がわかる、などに使われます。事実や真相がはっきりするという意味で使われます。判明する、という時に使うと覚えるといいですね。 どの漢字を使えばいいか、わからない場合、その漢字を使った熟語を思い出せばいいですね。すべて、元と読みますが、使う場面はそれぞれ違います。元の場所に戻す、問題が発生した元を調べる、などに使われます。元は、根本、根源、物事の始まりという意味があります。漢方、親元、発行元、 製造元と覚えるといいですね。意見を元に作る、失敗は、成功の元、などに使われます。元は、物事の土台という意味があります。基礎、基本と覚えるといいですね。部長の下で業務する、法の元に平等、などに使われます。元は、そのままの意味で、上下関係の下を意味します。下請け、部下、 と覚えるといいですね皆様、いかがでしたでしょうか読みが同じ漢字でも、意味合いが違い、使う場面が異なる。どの漢字を使えばいいかは、熟語で覚えるといい。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、 チャンネル登録お願いいたします。また次回配信もぜひお越しくださいませ。